はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ティース海外の続きやってまいりましょう。船来ましたよかった。はい、というわけで、ここが今ね、出発の車でえらい渋滞になってるんで、バスをね、通してあげたいね。おっと、こやつポンプ場が、このポンプ場どっかに、持っていきたいけど足りんな。ハルカスの裏手を何にも考えてないからね。あ、このライン、いや、あ、まあここまで待ちにしてもええんだけどな。総会のね、低密度住宅の必需品なんでね、ある程度は需要が見込めると思っとるんだけど、で、あとここ、よいしょ、ここ、で、工場自体もうちょっと広げましょうか。最近ここがな、全然車通ってないからね、これね。需要がなくなってきてるんですけどね、みんな手前で曲がっちゃうからな。でもうちょっとしたらここの低層住宅地をね、カットに入ります。で、真ん中に高速通してやりたい。ちょうどこのトンネル側のラインね、どこだっけ、これか、ここやな、このラインで高速を持ってきてという感じか。you
でもこの辺はあれだ、あの秋か区は駐車場とかで埋めていく。これだ。あれ、あ、そっかそっか。これあれか。ここね、なんだ。あれを当てちゃったから。頭が止まっちゃってる。前か、基地でも。で、ここは、こうやつやね。で、この駅を建て直すかなんですよね。止まってないからな。これはちょっと後にしよう。あの駅が使えんと分かったからな。痛いね。ここはなんか静かな。余ってるんで、どっちがこいつでいいかな。どうもないよね。これでいい。で、高層住宅地を建てていきましょう。で、バスは整備したんだっけ。あ、そうやね。なので、バス、どうしてだっけ？あ、そうやな。外がぐるりと回す感じやね。で、この辺が、まあ、地下鉄が通らないね。まあ、両サイドから来てるっぽい。需要
はあまり広げると今少ないから、と商業へね、商業も落ちてきた。よし、その間に、もうちょっと工業地帯増やします。やっぱりちょっと端っこになると人員確保が厳しい、ということでは、どうしようかな。難しい。ないからな。短いけど青い駅を作っちゃうかやね。感覚やろ。ここの感覚、まあまあまあ。あとバス通してないのも原因ではあるから。バスを。ああ違う。新規じゃだ。まあ、通ってるだけマシなんか。で、緑の線をこっちを経由で。これ入り口どこにしたっけ？こっち側やったよな。で、この駅の横、で、こっち側。
や、あー、待ってよ。違う。あー、そやな。で、感じかな。まあこれこっち側でもいいんだけどね。うん、こうしようか。赤い路線引こうとも思ってたんですけどね。上がる場所がここになっちゃうから。ここは騒音がひどい。していこう。税収にはね、いい感じなんで、あとまたゴミ収集場をね、移転させないといけないっていうところがある。で、20分経つな、そろそろ。ああ、でも43やからしょうがないか、これはね。うん、悪くはない。
だが石オイル、オイル地区がねあまり良くないからな。まあ、ここは削ってもらおうか。行こう、しばらくは。あ、水が届いてなかった。で、このライン真ん中ちょっと突っ切っておきましょう。これでいい。ですね。やったね。うん、立つとは思ってなかったからね。稼働し始めたのはでかい。
ないと思ってたからね。人は、ああ、集まりつつあんのか。商業需要また上がってきたので、今度はこの価格。ここを3つ通すかやけど。どうだろうな、この辺はいらんのかな。通は通ってるから OK ね。ミニ環状線が、機能してるから、
1バブル。であとはこの辺がやっぱり人が足りんようになる。あ、ね、船来てるわ、バンバン。2隻も来てたね。あ、あ、えらい時間経ってた。あ、じゃあごめんなさい、ここで、終わります。ありがとうございました。ちょっと夢中になりましたね。さあ、もうすぐね、ありがたいことに200回というところで、完成度の大きいと貨物港のね、その辺ちょっと段取りができたらいいかなというところですね。どっちか200回ぐらいのところらへんで、やっていきたいというふうに思っております。それではまた次回です。さよなら。